やかです。今は外でマスクを着用してるので、エコとソーシャルディスタンスを久しぶりにしていなくて近づけて嬉しいです。エコはどうですか？暑いです。あ、そういう感じです。本当に着きました。何を買いに来たんですか？かき氷です。かき氷、それがいい。せーの、何にします？せーの、巨峰を。なんでせーので言うんですか？家長メロンと言ってたそうなので、今日は2つとメロン1つと。はい、お願いします。エコです。メカです。リナです。ピンク、ラテ、ビー、始まるよ。イエーイ。はい、ということで今日の企画はかき氷早食い対決です。イエーイ。今日はですね、3人でかき氷、誰が一番早く食べ終われるのか競争したいと思います。どう？じゃあ自信のほどはどうですか？いや、でもすぐ頭痛くなるから、あんまないかもしれない。やっかみんな、味わって食べたいし。確かに。こちゃんは自信ある？結構早いので、え、いつまでかな。ちょっと自信ありの。え、何？メロンもついてるんですけど、それに。はい、では早速やっていきましょう。どうぞ。では、いきます。よーい、スタート。結構集めな。メロンなんです。練乳めっちゃ染みてる。メロンです。え、なんでさ、進まないの？メロン。食べれるの？メロン。頭というより、口の中がミンミン。なんで？なんで出しました？なんで出しました？1分10秒。もう食べ終わりたいところ。まあ絶対勝つ自信あったんだけど、なかったから。こっち。気持ち的には、なんか氷飛んだ。気持ち的には冷たくて進まないんですけど、体を止めずに頑張ってます。果肉ちょっとあったかいからオアシスだね。冷たい。普段20度なんですよ。え、すげないもん。歯が、結構全然喋んないじゃん。時間かけた。やばいって。おー、めちゃめちゃ美味しい。え、嘘でしょ。思いました。え、ゆめかとゆなの対決？待って、絶対勝つ。え、最下位は嫌だよ。すごい。でした。はや、おめでとう。これは勝ちたい。痛い、顔が痛い。なんか歯温まんないね。まあ、溶けてるからいいんだけど。うんうんうん。じゃ、ちょっと。どうでしょう。すごい。ごちそうさまでした。終わりました。あ、なんかごちそうさまでした。イエーイ、イエーイ。ダメだよ、食べないとね。まあ結局タイムタイム今のが伸びるよ、絶対。確かに。え、自分の何のかめっちゃ気になる。お腹まで冷えてる。最下位が完食しました。はい、じゃあみんな今食べ終わりました。食べ終わりました。まずじゃあ順位とタイムを発表していきたいと思います。第1位はエコ、こちゃんです。そしてタイムがこちらです。じゃあ偉いね、本当に。なんか一歩あるのに、序盤からすごかった。すごい。序盤から結構なくなったから。すごかった、うん。そして2位、2位はメカちゃんです。
ございます。ありがとうございます。一生懸命食べてましたね。で、タイムがこちらです。タイム、うん、早いのか遅いのか、はい、第3位だ。で、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 そしてタイムがこちらです。はい、すごい早い。ちょっと早いかな。早いよね。すごい、なんか煽ってますか。煽ってますか。ダメですよ、煽りを言ってのは。はい、美味しかった、ね、美味しかった、味がね。え、じゃあ、ひめかちゃんとゆこちゃんは何ですか。メロンに練乳かけました。強でした。あ、強でした。ひめかちゃんとゆこは強方に練乳をかけました。今はメロンに練乳をかけました。はい、またヨーグルト練乳があったんだけど、ひめかとゆこが練乳だったから平等に。どうでした。1位のゆこさんは、1位のゆこさんはソースと練乳がたっぷりかかってるから、ヨーグルトにサク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 したら液体になったわけです。だからそこからは、あ、だから早いの。あー、ゆこの作戦を、皆さん対決するときは、その作戦を真似してください。はい、美味しかったです。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。